こちら読売新聞の記事の概要の前半です日本領海内で民間の経済活動として行われる海洋調査から中国系の調査船を事実上排除する方針を日本政府が決めたことが分かりましたこれは昨年来、中国系の調査船が日本の領海内で調査を行おうとする事案が相次いだことから海底地形などの情報を軍事利用されるリスクを避ける必要があると判断したものです 政府はすでに体制を整え運用を始めていて具体的には洋上風力発電施設の建設や海底ケーブル付設を目的として海洋調査を行う事業者に対し日本の領海内で活動する調査船の所有者やデータ管理の方法などを事前に申告するよう要請しますこうした海洋調査対策を年内に策定する経済安全保障に関する国家戦略に盛り込み 官民一体で取り組む考えだということですここれこのまま後半を読んで <laughs> ちょっといいですか、これ、つまり今まで全然これ、何の規制もなかったっていうことですね。要はね、これもね、あれなんですよ、ね、やっぱ戦後のね、やっぱ歴史を背負ってるんですよ、元をたどると。要するに海洋調査っていうことなんで、なんか経済的な利益と経済的な観点からいくと、何の問題もないと思われるわけですよ。うんはい 海洋調査ですかね、えー、ところがこの海洋調査というのは潜水艦を行動させるため必要だし、はい、まあいろんな軍事利用できるというこの教育を日本はやってこなかったので、はいはい、なので、えー、あのエリートの東京大学出られた方もこういう観えは抜け落ちているわけですよ。 でもこれはおそらくね他の諸外国だったらあの潜水艦というものを行動するためにねあの海洋調査がもっと重要だということはね、はい、まあ大体はあのピンとくるんですよね。はい、だからやっぱ来ないということ自体が、はい、やっぱせんだからあのこの責任というのは日本の責任ですよまあそうですね。はい、でこれはあれなんですね。要するにその調査を民間の企業に依頼するじゃないですか。はい、そこがまた船を仕立てるときに、ええ、中国系の会社に。 あのまあ、下請けっていうんですか、はい、それで出してると、はあ、つまりだから中国系の船がもう日本の周りの,その海底地形とか、取り放題っていうことですね、うん、ですから,だからそう、これが軍事的に利用されるということが全くあの、はあ、頭になかったていう、なかったから中国に、いやいやいや安く入荷し<い>、ね、てくれるということなんです、ね、これがやっぱり軍事的に利用されるということが、戦後、日本の人たちが教育を受けていれば、うん、あの実は地図政策なんかもそうなんですよ。はあはあ それを空撮で撮ったデータとかあるじゃないですか山の地形とか複雑になっているところそれの地図を起こすのにその作業をみんな中国の企業に外注してたんですよこれは当然では当然なんですけど海上自衛隊で潜水艦をやっつける作戦をやるわけですね、対潜戦と言いますけどねもうしょっちゅう海洋調査やってるんですよ、これで全然潜水艦の行動とか見つける探知距離とか全然違ってくるので。 もううしょっっちゅやてまだから、日々こ々変わるんですから海水の濃度も関係していくんですよ、常に手のオープンにしてるように。海上自衛隊はしょっちゅうそれをやってるにもかかわらず、民間では中国船にやらせてたと、そういうことです。われわれはそれは分かってるからやってますから、経済界の方にはそういう感覚がなかったと、でもそれは日本が戦後、そういうことを教えてなかったということです。 ちなみにこの記事後半がございまして、えー、複数の日本政府関係者によりますと中国系調査船による領海内調査の動きは去年1年で3件確認され内訳は洋上の風力発電施設の建設を目的とした海底調査2件と海底ケーブル敷設に関する海洋調査1件だということですこのうち秋田沖で4月に起こった海底調査のケースでは中国の海洋地質調査局に所属する海洋調査船が日本の事業会社から委託を受け <laughs> 残りの2件は香港に拠点を置く民間企業が伊豆沖と鹿児島沖の2カ所での調査の委託を受ける予定でした<れ>、はい、海洋地質調査局ってことは公選ってことですよねいずれもえ安全保障の観点から懸念があるとして協力を要請した結果事業者側が調査の中止に応じたということです、まあ、中国に純粋な民間があること,と、ね、いやないですよ <laughs> ないんですけど海洋地質調査局ってことはもう完全な公戦ですから、はいはい でもこれね変な話でなんかじゃあお願いしてちょっとやめてもらったって話でしょ、まあ、この記事を読む限りそうですね、はあえー、海洋調査は経済活動を目的とする場合手続きを踏めば外国船でも領海内で可能となりそれが抜け穴になっていたことから政府は一連の事案後海洋安全保障連絡会議を設置しましたとてい会議設置するのもいいですけど、えー、こんなの罰則にすすればいいですよ排除するというんだったらペナルティーをつけないと。はい ダメに決まってますよね。えー、今後もいろいろとあり得ると思いますよ。で,すね、で、例えば、じゃ、日本のね、もう疑い出せばキリがないと言われるかもしれないけど。<っ>じゃ、日本の船が調査したデータは抜けないのかっていうことも。えーえー、私は厳正に管理すべきだと思いますね。もはや。もう、そこですよね。うんそして、例の社説の件。